台湾ロケの裏側や衣装の秘密、メンバーのダンス歌声の魅力を徹底解剖。諸平野のカリスマ的な存在感、ユタジング寺の多彩さ、そしてユタ騎士の繊細で深みのある表現力。ナンバーアンダーライン愛の最新ミュージックビデオ、INZM は、ファンたちの間で大きな話題となっている。映像が公開された瞬間から SNS やオンラインコミュニティで多くのコメントが寄せられ、 そのの一一つ一つがが彼ららにに対するるる愛情と興奮に満ちているのが感じられるこの作品は平野翔、岩優太、神宮寺・優太の3人によって見事に表現されており、彼らの個性とスキルが絶妙に組み合わさったパフォーマンスは視聴者にとってまるで別次元の体験をもたらしている。この作品の中で特に目を引くのは、神宮寺・優太のゲームキャラクターを彷彿とさせるようなスタイリングと、キレのあるダンスである。 彼が眼鏡をかけてセンターで踊る姿は、彼自身の新たな魅力を最大限に引き出していると言っても過言ではないだろう。ナンバーアンダーラインアイの三人はそれぞれ異なるバックグラウンドと個性を持っているが、その違いが INZM でのパフォーマンスを一層引き立てている。彼らのダンスは完璧にシンクロし、一人一人の動きが互いに補完し合っているように見える。その中でも、神宮寺のダンスは特に印象的であり、 眼鏡をかけた彼が一瞬にして視聴者の視線を奪うシーンは何度見ても飽きないほどである。ファンのコメントには、神宮寺くんの眼鏡姿が最高。眼鏡姿で踊る神くんはまさに別格、など、彼のスタイリングに対する絶賛が多く寄せられている。この楽曲は、ただダンスが素晴らしいだけではなく、曲そのものが持つエネルギーとビートが心地よく、聴くものを引き込む力がある。アルバム全曲を通して聴くと、 3人それぞれぞのの声のバランスが絶妙で、彼らの声が一つの作品として一体感を持って響いてくる。歌詞に込められたメッセージもまた彼らの成長や経験を反映しており特に若い世代にとって共感を呼ぶ内容になっていると言えるだろう。また彼らの歌声は単に音楽的な魅力だけでなくそれぞれの感情や思いをダイレクトに伝えてくれるものでありファンたちが このの曲を聴いいているるるるとと心が満たされると語るのも納得できるミュージックビデオの撮影場所についても多くのファンが注目している。台湾の倉庫を背景にしたシーンでは、現実離れした雰囲気と幻想的な照明効果が見事に融合しており、3人の存在感を一層際立たせている。コメントには、台湾の倉庫、すごい雰囲気ですね、こんな場所での撮影、最高ですといった声が上がり、 視聴者がその映像美に感動している様子がうかがえる。また、衣装にも注目が集まっており、この衣装で踊る3人が最高。平野翔くんの衣装大好き、といった感想が寄せられている。衣装のスタイリングはそれぞれの個性を際立たせるだけでなく、3人が持つ一体感をさらに強調しており、その結果、視覚的にも音楽的にも完成度の高い作品に仕上がっている。さらに、 この楽曲に関するファンたちの声は日々増え続けている。INZM のリリースにより、ファンたちは彼らの新たな一面を知ることができ、その進化に驚きと喜びを感じているのだろう。ファンのコメントには、3人の空気感が本当に大好きです、スタイルの良さが強調されるナイスアングル、といったものも多く、彼らの成長を間近で感じられることへの感謝の気持ちが込められているのが伝わってくる。神宮寺雄タに関しては、 特にそのダンススキルが際立っている INZM で見せた彼の動きは、まるでゲームのキャラクターが現実世界に飛び出してきたかのような鮮やかさで、視聴者を驚かせている。ファンの中には、ゲーマー神君がセンターでキレキレなのが最高、という声や、メガネ姿の神君がかっこよすぎるといったコメントも多く見られ、彼の存在感がいかに大きいかがうかがえる。諸平野とユタ騎士もまた、 それぞれが持つ個性と魅力を存分に発揮しており、3人のパフォーマンスが一つになって初めて完成する INZM の世界観は、まさに彼らの集大成といえる。また、この楽曲を通して彼らが届けているメッセージは、自分を信じ、限界を超えていくことの大切さである。これは、彼ら自身がこれまでの経験を通して得てきた教訓であり、それが音楽を通じてファンたちに伝わっている。特に 若い世代のファンにとっては、このメッセージが励みとなり、新たなチャレンジをする勇気を与えてくれるものだろう。実際に、SNS 上には、この曲を聴いて勇気が出た、自分も頑張ろうと思えた、という声が多数寄せられている。INZM のショートバージョンが公開された際も、多くのファンが、待ってました、と喜びを爆発させ、そのパフォーマンスに釘付け気になった。 ユタキ氏の3人が見せるダンスは、それぞれが異なるリズムを持ちながらも、全体として一つのストーリーを作り出している。その緻密な振り付けや表情の変化は、彼らのプロフェッショナリズムとアーティストとしての成長を示しており、ファンたちが何度も繰り返し見たくなるのも納得できる。コメントには、何度見ても飽きない、この3人のダンスは本当に最高、といった声が多く寄せられ、その魅力に引きつけられた人々が続出している。 彼らのファン層は幅広く、10代から60代までの女性たちが彼らの魅力に夢中になっている。その理由は、単にルックスやダンスのスキルだけではなく、彼らが持つ人間的な魅力や誠実さにあるのだろう。インタビューやドキュメンタリー映像を通して伝わる彼らの努力やチームワークは、多くの人々に共感を呼び起こしている。彼らが音楽を通して伝えるメッセージは、希望や勇気、そして友情であり、 それが彼らのファンを魅了し続けている要因である。ナンバーアンダーライン愛の今後の活動に対する期待は高まるばかりだ。今回の INZM をきっかけに、彼らはさらに多くの人々にその存在を知られることになるだろう。ファンたちの間では、次はどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、どんな新曲がリリースされるのかと、期待と興奮が止まらない。彼らの音楽とダンス、そしてそのメッセージが、 これからも多くの人々に勇気と感動を届け続けることは間違いない。INZM は彼らのこれまでの努力と情熱が結実した作品であり、その中に込められたエネルギーとメッセージは視聴者の心に深く刻まれるものとなっている。今後も彼らがどのような新しい挑戦を続け、どのような進化を遂げていくのか、その動向から目が離せない。これからもファンと共に、 彼らの旅路を応援し続けていきたいと心から思う。ナンバーアンダーライン愛の今後の活動には、さらなる可能性と輝きが期待されている。ファンが彼らを支持する理由は、単に彼らの音楽やダンスのパフォーマンスだけでなく、その背後にあるストーリーや彼ら自身の人間性にも惹かれているからだ。デビュー当時から彼らは絶え間ない努力と挑戦を続けてきた。その姿勢は、 ファンにとって大きな感動と共感を呼び起こす要素となっている。これまでも多くの場面で、彼らは困難やプレッシャーに直面しながらも、決して諦めることなく前に進んできた。そうした姿勢が楽曲やパフォーマンスにも反映されており、その結果として、彼らの作品はいつも新鮮でエネルギッシュなものとなっているのだ。最近では、彼らのライブパフォーマンスが特に注目を集めている。 オンラインでの配信ライブや SNS でのライブ映像などを通じて、彼らの熱意と情熱がリアルタイムで伝わる瞬間を目にすることができる。その様子を見て、こんなにも真剣に音楽と向き合っているアーティストは珍しい一瞬一瞬に全力を注ぐ姿勢がかっこいいという声が多く寄せられている。ファンたちは、彼らのパフォーマンスを見ているだけで元気をもらえると感じている。こうしたファンとのつながりが、 ナンバーアンダーライン愛の持つ大きな強みとなっているのは間違いない。また、3人それぞれがソロ活動でも個々の才能を発揮していることも、グループとしての成長を支えている要素の一つだ。諸平野のカリスマ的な存在感、ユタ神宮寺の多彩さ、そしてユタ氏の繊細で深みのある表現力。それぞれの個性が、グループ全体の魅力をより一層引き立てているのだ。ファンの間では、 それぞれがソロでも輝いているからこそ、3人が一緒になると最高のパフォーマンスが生まれる、といった意見も多く見受けられる。さらに、彼らの活動は音楽だけにとどまらず、ファッションやエンターテインメント業界全体にも影響を与えつつある。彼らが着用する衣装やアクセサリーは瞬く間にトレンドとなり、多くのファンが彼らのスタイルを真似しようとする。これは単に彼らのビジュアルが魅力的だからというだけでなく、 そのスタイリングや演出が彼らの音楽と一体となり、独自の世界観を作り上げているからだ。このように、ファッションと音楽を融合させた彼らの表現は、多くの若者にとっての憧れとなっている。一方で、彼らの人気は国内にとどまらず、海外へも広がりつつある。台湾での撮影が話題となった INZM も、その一つの象徴であるといえる。 現地の文化や景観と彼らのスタイルが見事に融合し、独自の世界観を表現している映像は、日本のみならず海外のファンにも大きなインパクトを与えた。その結果、SNS 上では世界中のファンからのコメントが寄せられ、彼らの音楽が言語や文化の壁を越えて広がっていることが実感できる。ここで注目すべきは、彼らの成長がただ人気や知名度の拡大にとどまらず、 より深い意味でのアーティストとしての進化を遂げているという点である。彼らは単に、見た目が良いアイドルや、一時的なブームを巻き起こす存在ではなく、真の音楽アーティストとしての地位を確立しつつある。リリースされる楽曲のクオリティやパフォーマンスの完成度はもちろんのこと、その背後にあるメッセージ性やストーリーテリングの力が彼らの魅力をさらに引き立てている。これにより、ファンだけでなく、 音楽業界の専門家や批評家からも高い評価を受けている。